はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、5月の10日に撮影してるんですけども、今日はですね、ちょっとニュースを見てて、あ、ついに来るかと思ったものがあったので、ちょっと今日の動画に取り上げることにいたしました。はい、これ本当にですね、多分楽しみにしてる人がめちゃめちゃ多いんじゃないかなと思うんですけども、ソニーの、完全ワイヤレスイヤホンの WF-1000X M4 ですね。こちらがですね、もうそろそろですね、出るんじゃないかという話が出始めております。はい。で、2月頃にですね、最初になんか画像がリークしたんですよね。このイヤホンの形状がポッと出てきて、あ、こういう感じの形になるんだっていうのが、まあ、出始めましたと。確かなんかの動画でも言ったような気がするんですけども、一番最初に画像がポッと出てきて、で、4月にはですね、FCC の認証を取得しましたよっていうニュースとかが出てきて、で、だんだんとですね、そろそろ出るんじゃないかっていうね、噂が出始めて、本日、5月の10日にですね、まあ、さらなる追加情報が出始めたので、ちょっと今日はね、その辺を、中心にお話ししてみようと思います。では、行ってみましょう。いやー、まずね、ソニーのイヤホンですね。こちら WF-1000X M3 が手元にあるんですけども、これが本当にね、未だにって言ったらあれですけど、2019年発売なのでもう2年前のモデルになるんですけど、まだ2021年時点でも完全ワイヤレスイヤホンの売上ランキングとかに入ってくるぐらい根強い人気のイヤホンになってます。 AirPods Pro よりもちょっと前ぐらいの時期に出ていて、でその頃っていうのはですね、まあ、今ほどこのノイズキャンセリングとか外音取り込み機能っていうのがなかったんですよ。今でこそもうノイキャン外音取り込みっていうのはもう入ってないとなかなかね勝負できないぐらいの、重要な機能になってきてるんですけど、まあ、それをですね、まあ、かなり早い段階で、しかも高い精度で出してくれていたのが、まあ、こちらソニーの WF-1000X M3 だったんですよね。で、まあ、これ、ちょっと前にですね、今買うのどうなのっていう話とかもしてですね、まあ、今でもこれアップデートとか頻繁にされてますし、精度がどんどん上がっていてですね、まあ、それでいて市場価格は落ちてきてるので、まあ、Mark 3っていうのは、まあ、逆に今でこそコスパがかなり、ね、いいんじゃないかっていう点もあるんですけど、まあ、いよいよですね、これの新型がまあそろそろ発表が近いんじゃないかというところですね。この辺が濃厚になってきました。うん、で、今回はですね、リーク画像が出てます。海外のザ・ウォークマンブログっていうところで、まあ、出ているんですけども、まあ、そのソース画像をもとにですね、ちょっと見ていくんですけど、いや、まずね、形状がね、本当に大きく変わったなっていうところです。これはもうイヤホンもケースもなんですけど、まずイヤホンの形状がまあこんな感じになりましたよっていうところで、まあ、見ていくとですね、非常にですね、この形状っていうのは、普通になったなっていう印象なんですよね。パッと見で。まあ、それこそ Mark 3の時って、だいぶ普通じゃなかったんですよ。まあ一応ケースはこんな感じなんですけど、まあイヤホンのね、外観としてはこういう感じで、まあかなりですね、独特なデザインになってます。で、右がこっちなので、こんな感じですよね。まあ耳装着しても、まあ、結構これはもうソニーのイヤホンだってパッと見ですぐわかるような、まあ、かなり独特な形状になっていました。で、まあ、イヤホン自体も結構ね、大きめなんですよね。こういう、まあ、形状になっているんですけど、今回のこの新しく、まあ、出るであろう WF-1000X M4 に関してはですね、ほんと普通になったなっていうところですね。で、Mark 3は形状が結構特殊なので、耳に合う合わないっていうところがあったりとか、ちょっと外れやすいとか、そういう話とかもあったりするんですけど、多分この形状だと、Mark 4はですね、まあ今まで以上にフィット感、装着感っていうところがまず良くなるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、で、イヤホンの本体部分も結構大きいので、脱着とかするときの掴みやすさとかね、そういうところも結構いいんじゃないかなっていうふうに思います。でももちろんね、センサー類もですね、まあ、入ってるの見えますし、脱着の検知のセンサーとかも入ってますね。で、あとイヤホンの外側には、まあ、マイクも見えてますので、もちろんですね、ノイズキャンセリングとか外音取り込みっていうのも引き続き使えると思うんですけど、そのあたりの精度っていうのは、やっぱりね、今年の、まあ、この今のね、完全ワイヤレスイヤホン戦国時代みたいな、ね、状況になってきてますけど、ここを、やっぱりですね、ソニーが勝ち抜いていくには、やっぱり音質はもちろんなんですけど、ノイキャン、外音取り込みの精度の高さと、まあ、切り替えとか使いやすさっていうところも、
まあ、よりですね、このアップグレードしてきていると、まあ、非常にまあ、ありがたいというか、まあ、嬉しいところなんですけども、まあ、その辺がどうなのかっていうのが、まあ、すごい期待したいところですね。で、おそらく装着感多分これ良くなっているので、装着感が良くなっているってことは、音質もですね、同時にかなり向上してるんじゃないかなと思います。うん。まあ、音質に関しては、マーク3でも相当ね、イーブルに入りますけど、これだけ形状とかも大幅に変わってくるんだったら、まあやっぱりね、あの中身のドライバーだったりとかっていうところも変わってきて、音質の向上っていうのも多分目指していると思われますので、もうそこもやっぱりね、楽しみですね。で、デザイン的にはどうなんですかね、結構個性が減った気もしますよね。マーク3に関しては相当個性あふれる、一目でソニーってわかるようなデザインだったんですけど、今回のマーク4はパッと見ですね、ロゴを見たら、まあ、ソニーってわかるんですけど、意外とどこのメーカーかそんなに外観だけではちょっと分かんないようなデザインになってきたので、まあ、個性っていうところはちょっと減ってるような気もするんですけども、まあ、無難にかっこいいデザインかなっていうふうには思います。で、一応今回出てるのがブラックのカラーですね。で、なんかイヤホンの下の方にちょっと金色っぽいなんか丸いポッチがついてるんですけど、これが何を示すのかがね、ちょっとまだ分かんないんですけど、これによって何かの効果があるのかなとか、音質なのか、まあ、デザインだけじゃなくて多分この下にあるこの丸いやつが何かの効果を出すためにつけてると思うんですけど、まあ、これが何を示してるのかね、すごい楽しみですね。もしかしてボタンになって押せんのかなとかね、ちょっとわかんないですけど、まあ、そんな感じの印象を外観見てね、感じました。で、まあ、イヤホンの形状変わりましたよっていうところと、ケースも今回結構変わったみたいです。ケースの外観がこんな感じですね。まあ、横長の形状っていうのは、このマーク3と近いところではあるんですけど、マーク3はケースのこの天面の部分ですね。こちらがまっすぐになってたんですけど、マーク4はちょっと丸くね、盛り上がった感じの形状になってます。これ確か、スポーツモデルの、まあ、ソニーのイヤホンの、WF-SP800N っていうね、モデルがあるんですけど、それの形状に、まあ、ちょっと似てるかなっていうふうに思いました。うん。一応こんな感じのね、イヤホンがありまして、これお借りしてちょっと使ったことがあったんですけども、まあ、これにちょっと形状的には似てるかなっていうところですね。であと充電ケースの底面の方にですね、まあ、出力のね、数値が書かれてるらしいんですけども、そこを見るにですね、おそらく急速充電に対応してるというところで、約10分の充電で120分の連続再生ができるっていうぐらいのこの急速充電に対応してるんじゃないかと言われてます。はい。で、まあ、急速充電対応してくれてるの嬉しいんですけど、あとは求めるところとしては、ワイヤレス充電ですよね。ワイヤレス充電にぜひ対応してほしい。今のところ、こちらのマーク3の方はこれワイヤレス充電対応していないので、こちらのね、底面の方で USB-C で充電する必要があるんですけど、まあ最近だとほとんどのこのライバル機種っていうのはワイヤレス充電対応してるので、そこに対応してるかどうかっていうのも、まあ結構ね、大事なポイントなんじゃないかなと思います。うん、っていうところですね。っていう感じで、まあ、ソニーの WF-1000X Mark IV がですね、まあ、いよいよ、出るんじゃないかと。一応もうリークではですね、1ヶ月以内にもう発表されるんじゃないかっていう話がもう出てますので、1ヶ月以内ってことは今5月の10日なんで、6月までもしくはもう5月以内には発表されるんじゃないかっていう話ですね。どうしよう。これめっちゃ楽しいですね。まあ、ツイッターとかでもちょっとね、見てたんですけど、これやっぱりね、気になっている人めちゃめちゃ多いみたいで、まあ、他のイヤホンっていうのは、まあ、やっぱりね、この発売してから徐々に口コミとかで人気が広がってきたりっていうのもあるんですけど、もうソニーに関してはやっぱり人気がすごい別格ですよね。発売前の時点でもうだんだん盛り上がってきてるっていうね、この盛り上がりを、まあ、すごい感じてるので、まあ、ここはもうすごい楽しみにしたいと思います。それこそもう2年越しの新型の、ハイエンドのね、ノイキャン完全ワイヤレスイヤホンとなったら、まあ、相当パワーアップしてると思いますので、ちょっと発表がね、本当に楽しみですね。で、あとソニーといったらですね、ヘッドホンの WF-1000X Mark IV ですね。これ今、このノイキャンヘッドホンとしては正直一番気に入ってると言ってもいいぐらい、まあ、これすごい気に入ってるヘッドホンなんですけども、これのなんか新色がね、出たっていうところで、サイレントホワイト。が今ですね、限定発売してるっていうニュースも聞いて、これ白好きはね、結構これね、嬉しいんじゃないかなと思うんですけども、真っ白なマーク4も出てますので、まあそれもいいなと思いつつ見てます。はい。買うかっていうと、まあさすがにこれね、もうすでにブラック持ってるので買いはしないですけども、まあこれからノイキャンヘッドホンで買いたい人は、ソニーの WH-1000X Mark IV なんかかなりこれね、いいヘッドホンになってますので、まあちょっと限定カラー出ましたよっていうところで、そちらもね、チェックしていただければと思います。
はい、ということで今日はですね、ソニーの、WF-1000X Mark IV、いよいよですね、まあ、リークがどんどん出始めていてですね、もうそろそろ、出るんじゃないかというお話でした。もちろんですね、発表されましたら、まあ、発表内容のまとめも多分やると思いますし、もちろんこちらも購入してレビューしていきますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。今年のね、最強候補になってくるのは多分間違いないと思いますので、すごい楽しみですね。ということで今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。